パラナル天文台は、チリのアタカマ砂漠にある山、セロパラナルに設置された天体観測所で、ヨーロッパ南天天文台によって運営されている。超大型望遠鏡 VLT は、パラナルで最大の望遠鏡である。4台の合計8.2メートルの望遠鏡によって構成される。 4台の望遠鏡で観測した光を干渉させ、ベリーラージテレスコープ干渉系として観測を行うこともできる。干渉系としての撮像能力を向上させるため、4台の1.8メートル補助望遠鏡が追加されている。さらに、装填観測に用いられる合計2.6メートルの VLT 装填望遠鏡と合計4.1メートルの ビスタ望遠鏡が運用されている。パラナル天文台が備える4機の巨大望遠鏡の一つ、イエプン望遠鏡によるレーザーガイドを使用した天の川銀河の中心部の観測。ヨーロッパ南天天文台の主力サイトにあたる国際共同天体観測施設。ラシア天文台でテスト運用が行われた後、当地に移設され観測を行っている望遠鏡もある。 天体観測における障害の一つである、晴天率、シーングや透明度は、ラッシュや天文台サイトよりも良好なため、1970年代より調査が始まり1980年代より建設が始まった。現在は、研究者の訪問施設や、研究解析施設なども建設してある。主な観測対象は、 可視光領域から近赤外線領域までとなっている。VLT 相天望遠鏡及びビスタ相天望遠鏡による広域観測と VLT による精密観測を並行して行っている。超型望遠鏡 VLT は4台の合計8.2メートル望遠鏡によって構成されている。可視光から赤外線までの領域で観測する。 光景1.8メートルの小型の望遠鏡が付随して干渉系を構成する。ビスタは装填観測を目的とした可視光から赤外線の領域で観測する光景4.1メートルの望遠鏡で2009年12月11日から運用されている。広い視野を持ち赤外線による装填観測を行っている。ビスタは 英国の18の大学によるコンソーシアムによって計画、設置された。VLT 装填望遠鏡が撮影したオム星団、VLT 装填望遠鏡は、ーシ屋を得ることができる合計2.6メートルの望遠鏡で、装填観測で、VLT を補佐する。2011年7月8日から運用が開始された。 レジデンシアの庭園望遠鏡と同様に管理棟と整備棟がある。訪問者の宿泊施設も用意されている。他にジムや水泳プールや食堂、二つの庭もある。それらは望遠鏡よりも3トル離れた高度が2 0 0ル低い場所に設置されている。レジデンシアと呼ばれるこれらの施設群は得意なデザインと立地条件が 悪役のアジトにぴったりであるという理由により、映画007慰めの報酬の撮影に使用された。ありがとうございます。